いや、サリちゃんの言う通りだ。俺たちにはグレートマイトガインがいるんだ。まだ戦いは終わったわけじゃない。マイト様、先代社長がいつもおっしゃっていたプラス思考、何でもいい方に考えるということです。うむ、そういうことじゃ、マイト。うん。浜田君、イノセントウェーブについて何かわかったかい？もう少し時間があれば。 ウォルフガング？なぜ私を？この写真を見ればわかると。これはあの時の。ウーベルトキオの人間たちよ、無駄な抵抗はやめ。世界はブラックノワール様のものとなるのだ。すでに世界の人間たちは ブラックノワール様のしもべとなり、平和な生活を送っている。素直に従えば命の保証はしよう。直ちにブラックノワール様のしもべとなるのだ。しもべになる。命だけは助けてくれ。 調子に乗るな、エグゼム。 というわけです。まさかあの時のあの人がウォルフガングだったとは。浜田君、やはりイノセントウェーブが。うん、しかも増幅器まで作っているとは。さすがヒリュやゴーリューを設計したウォルフガング。これがその増幅器と設計図です。これをグレートマイトガインに組み込めば、あのロボットたちとも互角に戦える。イノセントウェーブを強く放つことのできる人間を見つけ出せば、 ブラックノワールも倒せるかもしれない。マイトさん、ゴーリューがブラックノワールの空中要塞に攻撃をかけています。なんだって？エースのジョーが。エグゼブめ、親父の仇は必ず取る。愚かなるエースのジョー、今更ゴーリュー一気で何ができるというのだ。 出てきやがったな、雑魚どもが。くそ、ゾンビロボットどもが。 待たせた、マイト。増幅器のマイトガインの組み込み完了だ。このヘルメットに内蔵された受信機をつなげば、マイトガインからイノセントウェーブが放射され、敵の魔のオーラに対抗できるはずだ。ありがとう、浜田君。じゃあ行ってくる。グッドラック、マイト。 これが最後の戦いになるかもしれない。分かってるって。必ず勝ってみせるぞ。グレートマイトガイン発進。くそ、化け物め。
来たな、グレートマイトガイン。今度こそ貴様の最後。何？ お前たちの弱点は、すでにわかっている！ ゴルフガングのマシンか。そうだ！ エースの長、さすがは不死身の男。よくぞここまで生きていたな。 危うく三途の川を渡りかけたがな。ジョー、今日のところは共同戦線だ。いいだろう、勝負は親父の仇を討ってからだ。 魔のオーラの力さえなくなれば！ ロボットの発信口だ。あそこから中に入るんだ。虎穴に入らずんだ。虎穴を得ずというわけか。<笑>くそ、ゴルフガングウェイ、いつの間に扇風時にあのマシンを。エグゼブよ、この死体いかに処するつもりか。ブラックノアル様、 この場は私自らグレートマイトガインを倒してご覧に入れます。よかろう。すべてはブラックノアール様の勝利のために。何？バカな！ ！2人ともよく来たな。だが、 これ以上ブラックノワール様には一歩も近づけさせん。ジョー！くそ、この増幅器のパワーじゃダメなのか！ さえ完成すれば、我々にも勝ち目はある。君たちの作業に人類の未来がかかってるんだ。大阪室長、この測定器でイノセントウェーブを少しでも強く放てる人を見つけましょう。うん、いい加減に観念するのだな。万に一つもお前に勝ち目はない。くそ、追いつかれる。 大丈夫だ。さあ、おしまいだ、旋風神マイト。
この世界のすべてはブラックノワール様のものと思い知れ。悪のはびこる世界など決して許しはしない。正義は必ず勝つんだ。ふん、まだまだ青いな。正義は勝つか。ではお前は正義なのか。当たり前だ。ならば正義が負けることを教えてやろう。イノセントウェーブコンマ0002、全員普通レベルです。やはり普通のレベルを超えた人間はマイトステーションの中にはいないのか。まだ指令室が残ってます。うわっ！くそ、負けるものか。まるで手の中のおもちゃだな。だがもうこのおもちゃもお払い箱だ。じゃあ！勝利を信じるんだ。死ねえ。何？デグゼム、親父の仇だ。超！だが。ドリルは取れと言ったのだ。ワン。ジョー。コンマ0005か。どうなんじゃ。普通のレベルよりは上ですが、顕著なデータではありません。私も青木さんもダメでしたね。会長は普通の方ではありませんので期待したのですが。すまんな。あの、お茶でも入れましょうか。そうじゃ、サリーちゃんのデータも測定したのか。いえ、まだです。え、ダメですよ、私なんか。エース長、いや、やつは不死身の男だ。必ず生きているさ。マイト、要塞に突入するぞ。よし、カイザーパーツ強制排除。了解。すごい、すごいよサリーちゃん。常人の100倍のイノセントウェーブが出ている。おお。そうか、サリーちゃんの祈りが今まで奇跡を呼んでいたんだ。そんな。わしの目に狂いはなかった。サリーちゃんはやはりそんじょそこらの娘っ子とは違うんじゃい。サリーちゃん、君ならマイトに勝利をもたらす女神になれるかもしれない。え？今の僕にはマイトの力になることはできない。だけど君ならできる。私が勝利の女神。何？よく来たな、旋風寺マイト。ブラックノワール。お前が来ることは分かっていた。この力は。大列車フォートレス発進。のある、お前は一体何者なんだ。そんなに知りたくば教えてやろう。
私は次元を超えてやってきた三次元人だ。三次元人？そう、この二次元世界の支配者、神と言ってもいい。なぜだ？何のためにこの世界を支配しようとしている？しようとしているのではない、すでに支配している。何のためだと？もちろん楽しむためさ。我々はお前たち二次元人を使ってゲームをしていたのさ。そんな、この戦いはゲームだというのか？そう、お前たちはただのゲームの駒だ。そして旋風寺マイト、お前はヒーローという駒として作られた。違う！俺は父さんの意志を継いで。お前の両親とて、お前をヒーローとして育てるための要因でしかない。全てはゲームのためのシチュエーションだ。嘘だ、俺は正義のためこの世の悪と戦ってきたんだ。そう、お前は次々と敵を倒し、アイテムを手に入れ、レベルを上げていった。だがもう終わりだ。お前の倒すべき相手はいない。ゲームオーバーだ。いや、まだ終わりじゃない。お前をこの手で倒すまでは。覚悟！ゲームの駒にプレイヤーは倒せはしない。だが、プレイヤーがゲームの駒を殺すのは簡単だ。ちょうどハッピーエンドにも飽きてきたところだ。ヒーローが死ぬ悲劇のエンディングはどうだ？俺たちはゲームの駒なんかじゃない。俺たちは人間だ。ほざけ！くそ、お前の好き勝手にされるものか！なんだ、何かが近づいている。イノセントウェーブ、バカな。イノセントウェーブなどゲームを面白くするためのただのアイテムにしか過ぎん。それがまずい。今だかい！残る力を振り絞れ。了解、降臨拳。正義の力！そうか、この私もただのゲームの駒だったか。巨大な悪という名前の。必ず勝つじゃ。